基本的にはあの商品化に失敗した抗うつ薬なんですよね。<laughs> すごい言い方ですよね。ストラテラはいつから効果が出ますかねとえっとストラテラというお薬は基本的にはあの商品化に失敗した抗うつ薬なんですよね。<laughs> すごい言い方ですよね。<laughs> あの会社の人ごめんねあ,のあとアトモキセチンってでキセチンと名前がついてますよね。 あの、ルアドレナリンというものを、あの、選択的に増やすと言われているお薬なんですけどあ、残念ながらね、セロトリンと一緒にノルアドレナリンを増やさないと、うつ効果がないんですよ。ただ、ノルアドレナリンを増やすことによって、注力が増したり、意欲が増したり、覚醒度が増したりするというふうに言われていて、ADHD の方は、そのルアドレナリンのね、噛な、噛アドレナリンの、えー、働きが脳の中で低下しているので、注力が低下していたりとか、衝動的になったりとか、多動であったりとか、 眠かかったりととすするるいう,ふうに言われてるんででよねで基本的には効き方は抗うつ薬とよく似ているわけですよ。つまり、ある程度2週間以上は飲み続けないと基本的には効果はありません。でしかもですね、量が少ない間というのは効果も少ないことっていうのが結構あるので、ある程度量を増やしていく、まあそうですね、その方によっては25ミリ、50ミリ、ミリ。 80ミリっていう,ようなところまで増やしていって、ですねでそれで衝、えー、動性とか眠気とかっていうふうなものが改善しないかどうかっていうことを見ていくような治療の仕方をするので、えー、っと最低2週間、できれば4週間ぐらいですね、一定のお薬の量で様子を見た後それで効果が不十分なようであれば、副作用が大したことなければ、量を増やして、で最大の投与量に近いところまで副作用がなければ増やしてみるということをするんじゃないかなというふうに思いますね。で 効果があるかどうかというふうなことを判断するのは、まあ、少なくとも 80mg ぐらいまでは増やして4週間ぐらい見てから判断すべきことではないかなというふうに思いますね。はい。まあ、基本的には抗うつ薬の判断と同じだということです。はい。えっと、基本はですね、腎臓の機能によると思います。あの、リチウムですね、リーマス炭酸リチウムというお薬は、 有効な血中濃度と中毒濃度との間に差が少ないんですよね。すぐにこう危ない濃度のところまで行ってしまうというふうな危険性を常に実は孕んでいるお薬で、なので定期的に血中濃度を測る必要があるんですけどね。で、ロキソリンとかユーフロフェンのような痛み止めのお薬というのは、腎臓の機能に影響を与えてリチウムの血中濃度をボンと上げてしまう可能性があるというふうに言われています。で、たまりのものは大丈夫ですかと言われると、 基本的な腎機能に障害がない方であれば、まあ、おそらくたまに飲む程度は問題ないと思います。ただ、朝昼晩とずっと飲み続けるようになりましたというふうなことであればえ、結構ですね、リチウムの血中濃度に影響を与えて、リチウムの濃度を上げてしまって、リチウム中毒というふうなものを起こし得る可能性があるのと、えー、リチウム自体も血中濃度が上がってくると腎臓の機能を障害し、実はロキソニンとか、言っちゃった、ロキソプロフェンとかユープロフェンのような痛み止め自身にも、 腎機能を障害するというふうな作用があったりするので、両方の作用で腎機能を悪くさせるという場合もありますのでね。なので あの特にリチウムを飲んでらっしゃる方というのは、えー、ロキソニンとかエビフロフェンですね、こういったお薬というのをあまりこう、レイン用にしまくらないようにされた方がいいんじゃないかというふうには思います、えー。腎臓の機能とかリチウムの濃度に比較的影響を与えにくいようなタイプの痛み止めなんかも存在はしているので、えー、もしですね、長く続けないといけないようであれば、えー、リチウムとの併用が比較的安全なお薬に変えていただくっていうのも良いんじゃないかなというふうに思いますね。具体的に何かと言われると、カロナー類が思いつきませんけど、すいません。はい。 えっと、いわゆるメタボです。メタボの系統は非常に危険ですね。メタモリックシンドロームといってですね、血圧が高いとか、 コレステロールの数字が高いとか、血糖値が高いとか、まあ、あの同時にお腹にお肉がついてきてね、えー、福井ですね、お腹の周りというのが9 0ンチとか8 5ンチとかを超えてくるというふうな状態になってくるということが、実は言うと睡眠時無呼吸症候群とも密接に結びついていて、えー、死の40層とか50層というふうに言うんですけど、こういった高血圧とか、脂質異常症とか、糖尿病とか、 内集合型肥満とか睡眠時無呼吸症候群というものは一つ一つでも危ない病気ではあるんですけど2つ3つというふうに合併していくにつれて心臓や脳の血管を詰まらせるとか破れさせるとかそういう梗梗塞塞脳脳出血ののリスクというががすごくく上がってくるっていうことが分かってるんですよでこういう死亡率の高い病気というもので命を落とすというリスクが睡眠時無呼吸症候群の場合には他のね 高血圧、脂質上昇、糖尿病と、脂肪型肥満の合併によって増えてくるというふうに分かっているので、まあ、このあたりのね、危、え、機、ー、というふうなものがあるようであれば、睡眠時無呼吸症候群がない時よりもさらにこう、えー、強力に治療された方がいいというふうに考えていただくといいと思いますね。はい、ものすごく大事な質問です。ありがとうございます。内科医っぽいでしょ <laughs> あの結構ね、内科医としての面もあるんですよ。<笑><笑> 多分なんですけど、寝かけてる可能性が高いと思いますよ。えー、寝かけていくときには、あの神経細胞の感受性というか敏感さというものが変わってくるので、あの変な音が聞こえたりとか、爆発音みたいなね、 音が聞こここえててくるるととっていうすすらあるんですよ脳、ね、内爆発音症候群、脳内爆発音症候群等って、非常にですね、これって、なんていうのか、生理的な現象に近いというふうに言われていて、開っていくときには、頭の中で作り出したような音っていうのが聞こえることっていうのは結構あるみたいなので、まあ、それが要は気になる人と気にならない人がいてるということだけみたいです。なので、さほどね、えー、とおかしな現象ではない可能性が高いんじゃないかなというふうには思いますね。 あと睡眠の途中で見る方であればひょっとしたらレム睡眠中に見ている、まあ、あの夢の一部というものを、まあ、幻覚体験と言ってもいいかもしれませんけど幻の体験として聞いている可能性もあるんじゃないかなというふうに思いますいずれにしてもですね脳がまあ割と生理的なというか正常な現象の選ばれとして こういうことを起こしている可能性が高いと思うので少なくとも危険なことではないし血管が切れるとかね脳が酸欠になってるとかねそういった危ないことの現れではない可能性が高いんじゃないかなというふうに思います。はい、あまり気になるようだったら、まあ、あ軽い安定剤的なものとかね出していただいてももちろんいいとは思いますけどね。はい 客観的に測定した睡眠時間がという意味で考えていただいた方がいいと思うんですけど、客観的な睡眠時間が6時間とかを切ってくると、きっとこう、注意の集中とかに影響が出てくることは分かっています。まあまあ、言ったら意識のレベルが下がってくるんでしょうね。なのでまあ、えっ、ー、と、率とか上がってくる場合はあるとは言われてるんですけど、不眠症の状態にある方があまりそのことを意識されすぎるというのは、まあ良いことではないとは思いますね。 というのは、まあ、あの、不眠症の方が感じる3時間の睡眠というものが、客観的な測定の睡眠時間と一致していることというのはむしろ少なくて、えっ、ー、と、注意力に低下が出ない程度には、まあ、客観的には眠れていても、ご本人は3時間しか眠れませんでした、2時間でした、ゼロでしたっていうふうに感じてしまうことというのはよくあるので、まあ、あの、不眠症でかかっていらっしゃる方の場合には、睡眠時間が短かったとしても、それほどの影響というものは気にされなくても良いんじゃないかなというふうにも思いますよ。 とまあ、あんまり睡眠薬は絶対飲まないっていうふうに考えなくても、あの、なんていうのか、あの、あまりこじれさせる前にですね、精神的にね、しんどい状態になって煮詰まってしまう前に、えっと、今の睡眠薬って、まあ、ベンゾジアゼズピン系以外にもですね、やめようと思った時にやめやすくさせてくれるようなお薬もありますので、絶対使わないっていう考え方は、まあ、逆にね、え視野を狭くさせてしまったり、そういうこと自体がこう、戦う心境を高めたりとかしてしまうので、まあ、あの、あまりしんどかったら、えー、安全なものを使うと。 いうふうな考え方も一つの選択肢としてはありだと思いますよ。えっと、あの音楽の効果というのは基本的には心理的なものですね。 音楽というものに音楽という意味付けをつけていいなというふうに思えるのは僕たちのこう大脳とか人間系とかぐらいまでのレベルなんですよ。睡眠と覚醒をコントロールしているもっとこう深い脳の部分ですよね。視聴下部とか脳幹というふうな場所にとっては、まあ、音楽というのは基本的には騒音なので、あの意識がある間ですね、ご本人が意識があるというふうに感じている間は、好きな音楽とかは安心させてくれるような材料になったりはするんですけど、意識 気が失ってしまうとあとはもう単なる、えー、睡眠の邪魔に睡眠妨害材料になってしまうので基本的には寝てしまった後は無音に近い方がいいんじゃないかというふうには言われていますねはいそうですね身体症状症と仮面うつ病ですか正直ね不安障害不安症とうつ病というのは結構こう以前ほどね今、えー、遠い距離 感にあるものではないというふうに考えられているので、身体症状症と、えー、仮面うつ病の違いというのは何ていうか非常に近しい部分で言えばかなり曖昧なんじゃないかなと正直思います。ただですね、身体症状症の方というのはまああの基本的には。 何か人生上の大変なことがあるんだけれども、そのこと自体に向き合うのが辛くて、体の症状に代弁させていると。 誰かこのしんどいところに気づいてよっていうのを体の症状に代弁させてるっていう側面があったりしますのでもちろん症状自体をねあのきちんと取り上げていくっていうことは大事なんだけどもその症状を通じて表現したいこととかっていうのを、まあ、なるべくこう言葉で表現していくっていうふうなことを目標にするっていうことが多いと思いますでうつ病の場合にはですね、まあ、基本的にはその症状の背後に隠れてるうつ病というあの気分障害の病気を見つけ出して、まあ、しっかりそれをですね お薬とか休息を使って叩いてしまおうとあのいうふうな考え方というのがあるのでどちらかといえばそういうこう心理療法的なものをメインに考えていくのか薬物療法的なこととか休息をメインに考えていくのかっていうふうな違いがまああのあるのかなという気はしますねごめんなさい間違ってたすいませんはい落ち込んでいる時間が長い時ほどま他人というか少なくともバカバカしいことだと思わずに そそれれれこそ専門家に相談されてももいいいのかもしれないですよ人間以外の,あの動物に使っていいかどうかっていうのはなかなか難しいところなんですけど別反応っていうのがちゃんとあってですね、まあ、人間ってやっぱ大切な人を失うとですね、あのー、まあ結構その後長くにわたって落ち込んでしまうことってまあ,あるんですよ。それはまあ,あの人としてはそんなにおかしなことではなくそれが非常にこう長く続くことっていうのはもちろんで人によってはあると思います。で 場合によってはそのことですごく苦しむのであればそのこと自体が治療対象になったりもしますので聞いてくれそうな人がいるんだったら相談してみてもいけなくはないと思いますしそんなことぐらいでっていうふうに思わずもしこのことで幸せを感じることができないとか んちゃもう一度の動物を好きになりたいなというふうに思っているのにそういう生き物なんかを見てるとつらい思いになるということであれば、まあ、精神科医カウンセラーのところを訪ねていただくのもそれは十分なテーマにもなり得るというふうに思いますよあの。しっかり悲しんであげたらいいんだと思まずは思いますけどね、しっかり悲しむことができないと、かえって長引いたりもしますのでね。はいまあ、まあ半年ぐらいで、 ぐららいっって言ったらあれかな半年間程度の期間というのを立ち直れないというのは大切にしていたワンちゃんであればあのまあありえることだと思いますおかしなことではないですよはい診察で患者さんがこうしてくれたら嬉しいなってことがあったら教えてくださいちこうしてくれたら嬉しいなうんとそうですね えーとーうーん、別にね、診察で、えー、と良いことを <laughs> あの話したりする必要はないのですけれども、あのー、嬉しいなと感じる瞬間というのは、まあ、やっぱり診察なんでね、気まだだとか、心の調子の悪いところを先生に言いに行くわけじゃないですか。なので、まあ、あまりいいことというのを話にはまあ誰も来られないわけですよ。ただまあ、その中で、今までよりもちょっとだけ明るい部分があったりとか、 少しだけ、ほんのちょっとだけ良、えー、くしようというふうに試してみたことがあったりとか、ほんの少しちょっとした小さなですね、幸せみたいなものを感じられた瞬間があったりとか、苦笑いというかですね、苦笑とかですね、失笑でもいいので、診察の始めから終わりまでの間に軽いこう笑いみたいなものがあると、 ああ、なんとなく良かったなっていう感じになることはあります。あそれをね、通にしに行く必要はないですよ。辛い時に無理やりいいことをあの考えたりとか、思いつかないといけないという必要はないんですけど、見てる医者としてはそういう瞬間が見れたら、ああ、嬉しいなっていうふうに思うのは間違いないと思います。はい。まあ、ただねあの、辛い話であったとしても、辛い話にもきちんと価値はあるので、え辛い話でもあの大切に聞きたいなというふうに思いますので、辛い話持ってきても大丈夫ですよ。はい。 まあ調子が良ければ一つぐらいこんないいことありましたって言ってあげてくださいめちゃくちゃ質問あるなおい <laughs> これ全部答えなあかんのか <laughs> <laughs>